こんばんは、ヒヨです。ボーダーランズの、2のですね、ダウンロードコンテンツの、第1弾、キャプテンスカルトの秘宝、財宝の続きをやっていきます。強くなってない。さて、サンドアームか。えい、お、この船いいよね、なんかね。オアシスからのボートか。まあいいだ。でか。サンドマン様が羅針盤のピースをご所望だ。おまけに襲撃というわけだ。おう。おい、そこの前、サンドマンの手下どもを片付けるのを手伝ってくれないか。それなりの礼はするぞ。おう、強いような気もするし、いらんような気もするし、またやってください。あー、これも来ないし、他の店に浮気じゃないかもしれん。燃やした方がでもいいのかな。ケチな店へようこそ。前のお仲間にも、そんなめちゃめちゃ変わるってわけでもなさそうだけど、いらない。こっちにして、いらないやつを売る。あ、スラグも捨てがたいけどね。お前ボルトハンターだな。
噂には聞いていたが、実物を見るのは初めてだ。全く見事なものだ。砂に埋もれた財宝を探しているなら、私を訪ねてきたのは正解だ。失礼、自己紹介がまだだった。悪い癖でな。私はキャプテンスターだ。うん、こんにちは。うん、インゴよろしくな。うん、よろしく。ここからとりあえずワープというかファストトラベルができる。そうそう、じゃあまずは宝にまつわる伝説を教えておこう。うん、伝説によると、ある羅針盤の4つのピースを集めれば宝が手に入るらしい。今私とサンドマンが1つずつピースを持っている。そこで相談だ。テイターズホールに乗り込んでサンドマンを殺し、そのピースを手に入れてきてくれ。そうだな、分かった。やめときゃよかった。パーサー、ガソリンと靴磨きクリームで料理を作ったんだが、シブスパイクのせいで誰もそれを食ってくれない。それはシブスパイクのせいじゃないだろう。彼はうちの通信士だ。一度会っておくといい。どこよ、シブスパイク。これか。血の中に血を吐いてやる。まったくバカなやつだろ。その上死体みたいな匂いをしてやがる。砂虫どもの餌にしてやりたいが、虫も食いたがらない。まずはスパイスを調達して、少しは食欲が湧くようにしてやれ。ムカつく連中だ。砂虫の餌にするためにスパイスを手に入れると、遠回りすぎやろ。これ萌え損？萌え損？萌え損だね。すっげえバカした。でも萌え損？これどっか登んの？とさ、ホーミングしてライフを吸収するやつは別？お前が間違ってる。
鉄っぽい。うちで買えるのに死体あさりなんかいらんでしょ。で結局どっから登るの？ん？あれ？あ、登る。ここか。登るとこじゃなくて、もうここからつながっていく、いるのね。了解了解。そして大きな勘違いをしたな。このゲームならまだいいけど、他のゲームになった時にちょっと致命的になるな。あれ、どっから行くの？え、どっから繋がってるこれ。どこだ？これって敵のあれで燃えてもさ、多分いいんだよね。でもフィルの発生条件に。はい。お前の顔が爪の間に挟まっちまって保温しています。油断してる場所なんだ。ハイドスタイル。これいらないな。
これ、うん、まあまあうん、不要な人はいつでも引き取りますよ。お仲間にも宣伝よろしく。補給を。いい取引。うちは返品不可です。なんだろう、この辺なんか敵のバランスというか強さがちょうどいい気がする。こっちもしかして俺育ってるのかな、キャラ意外とレベル上がってるのかな、ここに来るまでにというか。そんな武器がめちゃめちゃ、まあ B 手に入れた以外は、しかもあの本編の方でそんなにそんなに能力上がった感じじゃないんだけど、次どれだ、暴動鎮圧。オアシスに到着したマヌケに告ぐ。ここでは無所属のトレジャーハンターの活動は認めない。我々は砂漠の海賊組合だ。お前は我々を相手にしているのだ。俺たちは砂漠の海賊に組合があるのね。ギルドもあるからその辺行ってできないとできない。海賊って組合制だっけか。なんか下手なこと言うと微妙かもしれないんだけど。海賊って組合制だっけか。そして盗賊ギルドみたいなもんなんだろうか。海賊の代名詞って銃じゃないんですか。そう考えると海賊に組合があるのは、そもそもの存在意義がおかしいんじゃないだろうか。で、結構まあアホなこと言ってる間に完了しました。次はこのミッションリストを見てるとさ、当然どの段階でこうここに来てるのかがバレてしまうっていうのもそうだし。この船のコックだ。砂漠の海賊で2番目に多い死因は何だかわかるか。解決病だよ。まず1番目に多い死因は間違えて自分を撃っちまう事故死だけどな。それは俺の管轄外だ。あんた果物を探してきてくれないか。そりゃ管轄外だろうし、そもそも間違えて自分を撃っちまうのが1位ってのはどうかと思うんだよね。さて、
あと2位の解決病のが死因っていうさ、すごい真面目な、真面目なというか、それはガチな、あれじゃん、ボケないんかっていうか、温度差ね。ダメージ食らってた。タイマーを止めてる間にこのダメージ食らってるかという。で、サンドマンも人肉なんちゃらってことでいいんでしょうか。金は使ってなんぼですね。とりあえずこのゲーム出てくる人たちみんな変態すぎて、こうどこが常識かは分からん。さっきのエリック、グレネード、まあ、いいか。で、とりあえず分かったのは、この世界では同性愛は、常識の範囲内というか、そこまでは常識として認められると。認められてるか、認められてるのかな。認められてるわけじゃないのかな。やっぱり変態なのかな。まあ変態、うん、そうだね。やたら多いだけで別に変態は変態なのかもしれない。
つの両親をやったのが俺だと知ったらどうなるかは知らんがな。うん、悪いやつだな。喉が渇いたぜ。では、今回ここまでにしましょうか。次回、この続きやっていきます。では、ご視聴ありがとうございました。ひうえでした。バイバイ。